勝から前に出してワンタッチでこのスペースを使おうというところ、中にボールを入れてくれた、決まった、平戸一瞬の隙、中にボールを入れてきて走り込んできた平戸、今の場面です。もうこれは展開した後の状況ですけどもね、ワンツーで抜けていって最後キーパーとディフェンスの間に低いクロスボール、非常にこう質の高いボールでしたし、うん、それに合わせる中島選手も素晴らしかったですね。そうですね、右サイドから